フガー装甲車は、対戦車地雷と井戸に対応できるよう設計された走行戦闘車両である。本社は、対弾、対爆車両メーカーである、ホースプロテクション社が開発した、対地雷副撃防護装甲車の一つで、弾道兵器と地雷に対する防御を施された車両である。車体の設計は、スパルタンモーターズで完成された。消火器や対戦車地雷。 井戸から防護するために、特徴的な設計と素材が組み合わされており、広範囲からの攻撃に対しても、乗員とエンジン区画の両方を守っている。一両の単価は四輪仕様で47万5千 US ドル、六輪仕様で64万4千 US ドルで、ある。底面が V 型成形されたモノコック構造の車体が、機関室まで延長されており、車体下方からの爆風の直射を受け流す。 本社の空調は二重化されており、イラクの気温摂取37.8度以上の環境でモジュール装備した不評が熱中症を起こすことなく活動することができた。クーガーは2004年アメリカにあるホースプロテクション社の小さな開発チームによって設計された。これはアメリカ海兵隊の緊急の要求に応えたものである。一般に信じられていることに反して本社は 南アフリカの車両ではなく、また、南アフリカとは無関連にアメリカで開発された。ただし、1950年代からイギリス領ローデシア及び南アフリカ国防軍で進化、発展した車両の対地雷防護技術をもとにしている。これまでに4000両がアメリカ陸軍の円楽ペやその他のプログラムで配備された。ロバート・ゲイツ国防長官は、 クーガーが300回以上に上る井戸攻撃を受けたにもかかわらず死者はなかったという2004年の海兵隊レポートに基づき本社の大量発注を要求した。その後、イラクでもクーガーは多数の井戸攻撃を受け、数例では犠牲者が出ている。イギリスではマスティフアフとして RG-31 の代わりにクーガーを選定した。 アメリカ国防総省は将来的に本社にクローズ2の遠隔兵器ステーションとレースオン、クイックキル濃度型対 RPG、システム、フラックキット6体 EFP 走行などの追加を計画している。クーガーには2種類の形式があり、4輪駆動、または6輪駆動がある。本社は兵員と装備の輸送のために設計されており、井戸などの爆発物に対応できる。 カナダ、イギリス、イラク、イタリア、ルーマニア、ハンガリー、ポーランド、アメリカが衆国アフガニスタンにおける、ポーランド軍のカトロ・ソマク M1 と、クーガー・クーガーは、アメリカ軍とイラク陸軍に用いられ、イギリス陸軍でも軍部に就いた。これらの国の任務では、クーガーは多様な作戦に投入された。アメリカ海兵隊、アメリカ海軍の建設工兵隊、アメリカ空軍のレッドホースなどでは、 HEV や j ーブとして使用された。イギリス陸軍の派生型であるマスティフは原型のクーガーに対して天使ブロックを大型化し、兵装の発射口を防護する大きな垂直層甲板を追加している。これはイギリス陸軍のドクトリンにおける装甲兵員輸送車の役割に関し、特に対象から防御しながら兵員を輸送するときや兵員の降車時に 火力支援を行う時などの要求に合わせたものである。マスティフの銃刀には、L7A に汎用機関銃、FN マグ、ミニミケ機関銃、L11A1 銃機関銃、ブローニング M20 機関銃、40mm 自動的弾銃、もしくは 50mm 砲などが装備できる。イギリス陸軍の装甲兵員輸送車というものへの考え方の一面として、 移動中の走行戦闘車両の銃眼から射撃する際に不評の銃火が正確さを保っていられるかどうかその平均的な能力に疑問が投げかけられたということが挙げられる。また大きな走行版は RPG や井戸の爆発に対する側面の防護能力を追加している。イギリス陸軍では初期の地雷防護車両を運用した。これは テンペスト MPV と名付けられた。2008年11月、イギリス陸軍はイラクとアフガニスタンで用いる400両を超えるクーガーを発注した。これは一連の緊急を要する作戦上の需要に基づいていた。2007年2月に最初のマスティフが86両配備され、さらに22両の発注が3月に追加された。総計で108両が配備された。 2007年10月、ゴードン・ブラウンは、兵員を地雷と、道路脇の爆弾から防護するため、140両の、マスティフト157両の四輪駆動バージョンの、クーガーの追加配備を計画していると伝えた。カナダでは、アフガニスタンの作戦にクーガーを投入した。ありがとうございます。